歯医者が良くないみたいなことを言ってたじゃないですか。うん、視聴者のね、その医療関係の人に聞いて、うん、こういうことですよって言って、この送ってもらったんだよ。うんうん、なんかこういうデータをまとめて教えてくれてるんですね。はいはいはい。体重がちょっと違うね、普通のと。お前、人間社会で一番下の人間だから、さ、態度が悪いとか。で怒る資格でだ全然そんな問題じゃない。目の態度が悪いんだよ。お嬢さん、歯出しましたって言ったのね、うん。前の歯。あ、俺は、ごめんね、ぶん投げちゃったった。えそれからも、コロッと文字ごと書いちゃっても。一生懸命ね、作った歯を捨てられたら。はい。何ですか？そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。お疲れ様です。ザース。はい。怖い。ちょっとならないやめろ。やめろよ、ね。なんかあなた体調悪いに言ってましたけど、なんかすごい元気。なんか。うんこ。うんこ。うんこ。漫画のキャラじゃないですか。いわきとか。キャプツバのカルツくんの偉い。スプーンがずっと出てました。うんか。うん。見た2日も飲ませあったよ、思う、うん。まあいいや。何ですか？うん、ちょっと、どうしました？歯医者が良くないみたいなことを言ってたじゃないですか。うん、歯医者を、まあ、ちょっと前に変えましたよね。変えました、ね。うん。まあ、もともといたところが、まあなんか、すごいお年寄りのお医者さんがいて、良くないって言って、うん、まず変えました、ね。変えました、ね。その変えた歯医者結構半年は行ってたけど、うん、そこも変えちゃったんですよね。変えてました。なんで変えたんですか？そこは。これが高い、うん、あ、ぼったくられたけど、ぼったくられたけど、すぐ、うん、って思って変えたって変えてあ、ま、これで変えてまたセレブの歯医者、セレブの歯医者、まあじゃあ、まあ、やめた理由はじゃ高いなと思ったから違う歯医者、はい、で今まあ家の近所の歯医者にしましたけど、ま、そこも変えようと思ってるところですね。そうです、もうだってもうそこでちょっと揉め事になっちゃって、自分なんで変えようと思ってるんですか？あの入れ歯をこう、うん、朝一で作るから、うんうん、この作ってくださいっていうのね、やったわけ。そして、うん、作った時に、ベロを曲げてやってくれって言われて、最初わかんなくて、ベロをこうやって、できなくて、あ、これじゃダメなんですよって言われて、うんうん、もう一回じゃあ取りますからって。で、もう一回やったらまた同じことになっちゃって。舌を引っ込めてくださいみたいなことか、うん、うん、そう、ベロこう。うん、肩を取ってる、うん、肩を取って、ベロがちょっと、曲げてもらわないとって感じで、うんうんうん、まあどういう状況ちょっとわからないけど、やろうとするんだけど、うん、今度はベロをこうやって上がんない、上がんないですよ。だから、あれ、これベロ上がんないんでしょって言ったのね、うん、だったらおかしいよって言うんですよね、うん、で3回目だったら、うんうん、何やってんだって感じで、うんうん、ちゃんとやったのがちゃんと やってくださいよって感じで言われたから、うん、えー、って感じで俺も、うん、あと売り言葉に変える言葉っていう感じで、うん、なぜその言葉だけスルッと出てきたの？何の説明もできてないだから俺はもうね、そしたら今度は先生が、じゃあ上だけ、じゃあ今回もうしょうがないから下はいいから上だけ作るか、いや上はもういらないから、もうここへ行かないってそのままパッと貸し、まあちょっと今の説明僕も理解あんまりできなかったんですけど、うん、下の入れ歯を作るときに、なんかわかんないですけど、マウスのベロが当たっちゃうから、引っ込めてくださいだったけど、マウスがそれができなくて、できなくて当たっちゃうっていうのを何回も注意されて、もういいですってなっちゃったから。そう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 、ね。ベロを動かせないな。そういえばできてるじゃん。別に、だから、あんた、できなかったんですよ。だから、なんかね、塞がったようで、だから、できないでしょって言ったのね。うん、なんか、つけてたんですか？え、あの、もう、肩飛んでる。肩取るやつ。ああ、あれ、ちょっと、おえってなりますよね。はい、うん。まあ、それで、当たっちゃったんですか？当たっちゃってもって、まあ、ただ、でか。うまいことできなかったと。はい。うん。なんでこれ、できないですよって言ったら、いや、ちゃんとできるはずだって言うんですよ。え、だから、できないからって言ったのに、
いいか。それをやってくれないと作れませんよ。はい、いや、でも僕できないですって。まあ何回かあって。そうで、それでもいいですなっちゃって。そうで、いいなってもう。で、歯医者変えるってことですか。そうですね。まあ何ができなかったのか、それもわかんないんですけど、うん、視聴者のね、その医療関係の人に聞いて、うん、こういうことですよって言って、まあ送ってもらったんで、うん、なんかこういうデータをまとめて教えてくれてるんですよ。はいはいはい。まず、この歯医者高くてぼったくりじゃねえかって言ってた歯医者があるじゃないですか。ああ、ね、ああ、そこの歯医者、そこ、はい、うんうん。そこ、その際。うん。ちょっとご飯食べようとしたけど。そうそうそう。お前らの話なんだよ。年上だけど。うん。うん。それなんだけど、歯医者って最初にアンケートあるじゃん。はいはい。ありますね。なんか取ります、ね、どこが痛いとか書いて、はい、で、保険適用外の、うん、適用内の治療にしますか、はいはい、それともお金に糸目つけないでやりますかみたいな、そう、丸つける場所があると思うんですけど、あなたはそのアンケートで保険適用内丸しました、ちゃんと。あ、そういうの全然やってません。何にもやってない。ただ痛いとかそういうのしか書かない。いや、多分書類は聞くに任せていいでしょう。はいはい。だから保険適用外の治療も OK ってところに丸したんじゃない？ああ、だから値段がちょっと思ったより高いというか。歯ってね、いくらでも、いくらでもってわけじゃないですけど、うん、高いのはとこと高いですからね。うん、歯を作るというか。なんか、急にしんみりしだしまし、うん、ああ、そんなの覚えてない。まあ、どう自分でどうか書いたか覚えてないけど、値段がそんなに高いってことは、まあ保険外の治療もされてるんでしょうね。なんか、ヒアルさんがどうのこうのとか言ってましたね。1万1000円。うん、あれは絶対保険適用外なんで。うん。保険適用外だし、また、異例のことありまして、その、何ですか、歯茎がもうダメになりすぎたら、うん、それを回復させるためにヒアルロン酸入れないともうどうしようもないっていう。ああ、もう入れ歯もつけれないと。うん。で、歯茎がダメになってるって、ヒアルさん言ってましたもんね。うん。ヒアルロン酸の件について、そのボラレティと思っている件については、うん、炎症があるときに入れ歯を調整しても歯茎の状態が変わると調整しても意味がない。はいはいはい、それ言われました、はい、やっぱ言われてるんだ。言われてですよ。歯茎がもう見てすごいから、はい、これ以上そのヒアルロン酸って入れないと、うん、入れ歯とかにダメになっちゃう。どうせ歯茎の形で変わっちゃうから、入れ歯合わなくなって痛くなっちゃいますよと。そうそう、はい、なったら入れた方がいい。だからヒアルロン酸入れなきゃ、はいはいはい、まあいけないというか入れないと痛いよと、うん、はい、そうそう、だからそこでどうしても使ったから、まあそれで分かりましたっていうふうに。あ、そうです、はい、言っちゃったね。あと入れ歯なかなか作ってくれないっていうのがあるじゃないですか。はいはい、半年かかるって、うん、うん、それもなんですけど、うん、入れ歯を保険で作るときは6ヶ月ルールというのがあって、そうですね、6ヶ月かかる。ちゃんと聞いてるじゃないですか。はい、うん。それで前回入れ歯の型を取った日から6ヶ月経過しないと新しい入れ歯を保険で作れないというルールがある。はい、だからルール上しょうがないですね。だから、そのためにはカジパッドの人は入れるんですけど、カジパッドのできないですかね。カジパッドがあるんですよ。カリバのことはまだ書いてないね。はい、そのカリバのことは説明されなかったか。あ、それは、やっぱりカリバやるのにもやっぱり、その件の日にちはかかるって言ってました。半年？半年。いや、そんなかんないと思いますけど。あ、まあ、まあ、作るのにある。作るのにも、はい。まあ、その、カリバさえできれば。できれば、またそのね、その、ある程度噛んだりはできるから、はい、半年間はそれで耐えてくれみたいな。耐えてくれ、そういう感じで、はい、うん。あと、何ですか、入れ歯削って無理やりつけたりしてるんですよ。もう痛いから。いや、そう、痛いっていうのは歯ぐきが産んでる状態だから、もう絶対入れ歯つけちゃいけないんですよ、その時、無理して。削ったって意味がないところですね。はい、歯ぐき自体がもう産んで、歯ぐきが痛いから。入れ歯が当たって痛いんじゃなくて、もう歯ぐきが悪い状態だから。そうすると、飯食えないと思って、うん、もう無理やりでも食えないから。まあ、そういう時はもう本当おかゆとか食べるしかない。入道食とか。入道食。ちょっと違うけど。入道食みたいな。あ、そうです。入道食、はい。まあ、その入道食みたいなのも、うん、あれ、今、視聴者の人が送ってくれているから、それ食べてください。歯茎痛い時は。
だからそういう時に入れ歯はしちゃいけないと。でそれで痛いからで削るからまた余計ダメになっちゃうと。だからずっと治療できない状態になっている。治療が始まらないですよね、うんうん、あの無理やり入れ歯とかしちゃうから歯茎良くならないし、うんうんうん、かといって入れ歯ずっとつけてやかったつけてやかったで、うん、あれ変形しちゃうんだって。ああそうそう、変形、それつもりで変形しちゃいますよ。ただまあさ、それがごっちゃになっているんで、入れ歯付けとかないといけないっていうのは頭にあるけど、うん、その歯茎痛いときはつけちゃダメなんだよ。時間も外しちゃって、うん、その入道具も組むしかないんですね。入道具怪物じゃないですか。それはもう食う妖怪。ファンタジーの話してないですよ。はい、じゃあ要はその、形が変わらないために入れ歯つけなきゃいけないけど、うん、痛い時はもうダメなんですね、危ないと、はいはい、食べたいからってそれでダメだと、うん、その時はもうおかゆだとか流動食、うん、まあ、入道具もでもいいですけど、はい、うん、あとは歯医者コロコロ変えたらもう治療方針が分かんないから、ああ余計進まない、うん、まあ、多分変えても同じことになりますよね、うん、結局、うん、歯茎が悪いままだから、はい、じゃあこれを直さないとダメですよ、ヒアルロン酸打ちましょう、はい、だけじゃねえか、で、あ、入れ歯してるから全然良くなってないですよって繰り返しになっちゃう、そこにね、あれ、じゃあもしそこ本当に行きたいんですけど、そこに行ってそのほら処理っていうか、あの行くときにほらやった人は書いた人は黒板なんだっけ、黒板みたいの、うん、あのなんだっけ書類を、うんうん、あれをもう一回見せてもらって、その保険的な何とかっていうのを、うん、まず最初はどうしたんですか、もう保険適用外のはヒアロン酸今聞いたら、はい、歯茎が悪い人はもう打たないと、うん、入れ歯つけれない可能性があるから、そうです、もうお金かかってもやった方がいいのかなって僕は思ったんですけど、はい、お母さんも払いたくないんですよ、払いたくないって、もうそうなると入れ歯が自体がつけれない可能性ありますよってことなんですけど、そうなんだよね、だからもうしょうがないから、もうここに行きます僕は、うん、もうしょうがない、もうここに行きますけども、昨日行ったとかも言いません、ちょっと喧嘩したけど、だからもしあれだったらちょっと2号がついていきますよ、なんで僕がお願いしますよ、あそうですか、じゃあお願いします、もうそれはもうお金払ってもお願いしますよってどれだけ頼むって言ってくれます、だって分かんないでしょ、この人は聞いたら現実から逃げてました、2号が連れてってと言いますか、ちゃんと書類とか見て、うん、いや僕こういうので行きたい気味でやばいと思うんですけど、なかなか時間が合う合わないがあるんで、いつでも時間空いてる男がいるんだ。胃は変わってる。じゃあ、よかった。お願いします。頼みましょうって、お金払ってもいいですか。こういう井戸を壊したり、知り合いも呼んだし。いや、でも、本当、一回行かんとずっと繰り返すと思いますよ。いや、でも僕もちょっと思ってたんですよ。歯医者変えすぎじゃないかなと思って。うん、まあ、良くない歯医者とかもあるんでしょうけど、うん、あんまコロコロ変えてると、もう多分進まないだろうなと思ってた、はいはい。だからもう、僕はもうそこでもう決めますもん。でもしょうがない、ちょっとお金かかってもいいから、やります。クリニック。まあ別に他のとこでもいいですけど、うん、まあ、一個決めたらそこにした方がいいんじゃないですか。そうですね。うん、あと、もう、どこ行っても喧嘩しないようにしてください。うん、ね、行きにくいよ。行って、あの先生に。だから行かないって。行かない。ちなみにキックさんはどうなんですか、今歯の具合というか。あの私の場合はまたその歯は抜くけど、なんか6本ぐらい抜くっておっしゃってました、ね、うん。みんなで残るのが8本ぐらいしか残る。あ、8本残して全部抜くんだ。うん、多分。あ、結構ちょっと分かんないけどね、まだ。ってことはその当然一気には抜けないじゃん、少しずつ抜いていくと思うんですけど、やっぱ歯医者コロコロ変えてるとどういう順でやってるのとかもなくね、分かんない。だからあれちょっといい、まあまあ今言ってるところ今んとこはね、まあ、そこは2人で話し合って決めてもらった方がいいんですけど、うん、僕らなんて別にまあ直接は別に夫婦で別のところ行ってもいいんだよね、うん、別々行ってくださいよ、うん、いいよ、一緒のところが楽でしょうね、うんうん、だから私が一緒に行って、それでマーちゃんが一緒に行って、それでもいいけど。それじゃいけないから。こんにちはもう、
歯医者行かなくていいです。ばあさんだけ歯医者行く。そうだよ。うちゃんだよ。ダメです、それじゃ。一緒に連れて帰ってきたら、お姉ちゃんとは。あ、大丈夫。そんなの知らん。ダメじゃない。自分のことは自分でやる。もしどうぞ俺死んじゃうから、一人で行くしかないと思うんだ。だけど一緒に待っても行くの。これはお前の頭の治療だ。行くの。菊田さんの前の歯医者さんで、一個前の歯医者。ジョンさんが揉めたりしてた感じですけど、それはもう大丈夫。もうそれもなんか、やっぱり、行きたくないね。何を揉めるの？菊田さん何で揉めちゃったんですか？わかんないんだけどね。まずは覚えてます。どこだ？これと一緒。これはほら、タンク見るのに、ボンドをつけてここに来るんですよね。ボンドそのまま、ほんときれいにして、ボンド。行くときはそれは外す。外してきれいにして、見てもらうんだけど、この人はもうボンドをつけたり、もう、その時はちゃんともうやらないし、それでもうなんだかんだ言われて、だけど、その時は喧嘩はしてないです、これは。ただ、はいはいはい、聞いてるって感じです。別に揉めなかった。別に揉めちゃったんだけど、自分の頭の中で、あ、喧嘩してるって感じでやってるんで。ああ、別に。喧嘩はしてないです。揉めてないんだけど、揉めてないんだってきたら、そう、そういう感じで言うんです。もう、あんなとこ行きたくないって。あ、そうです。もうそうです。その場で揉めてない。そうです。揉めちゃ、揉めてないです。ここでそうって言うだけです。帰ってきて、まあそこ感じ悪いから、もう。はいはいはい。だから絶対人前で言ってくれないと。なるほど、なるほど。じゃあ、歯医者行っても喧嘩なんだから、もう行かなければ誰でも喧嘩しなくてさ。バカバカじゃなくてどうすんだよ。ダメだよ。歯医者が行く。じゃあなんで自分の歯を治してくれる人にそんな喧嘩するの？だって前の歯医者はあれ。自分で治せないでしょ。でもあそこはダメ。自分にできないことをやってくれる人にはちゃんとありがとうとか感謝の気持ち見せられんようにやらないと誰も相手してくれなくなりますよ。じゃあ、お客さん。何ですか？何ですか？今でもやってない。その前の、そのね、名前はあれですけど、歯医者さんはちょっと来たらムカついちゃったんですよ。ムカついちゃったのかね。揉めちゃった。態度がちょっと違うね。違う。態度って態度がちょっとよく気に入らなくて、まあ揉めてしまった。ちょっと頭に来たんだ。だって、お前、人間社会で一番下の人間だから、さ、態度が悪いとか、怒る資格ねえだろ。全然、そんな問題じゃない。上の態度が悪いんだよ。そんなんじゃない。底辺のくせによ。人様の態度もどうこうとか言ってんじゃねえよ。ゴミ虫の。おい、おい、ゴミ虫、おい、これだ。底辺。うるさい。頭の隣のに。20錠も飲ませなくて。一回飲む、僕なんだから飲むんだら。10錠以上はバカ。20錠飲ませてって、勝手に飲んだら楽や。なんぼやって。その医療に詳しい視聴者さん、はい、まあ、なんかどうしたらいいとかアドバイスとかもらってるんですか？いやだから、まずそう高いって言ってるのはアンケート間違ってんじゃないかっていうのと、あと歯医者コロコロ変えるなっていうのと、なるほど、そう、ヒアルロン酸も別にインチキじゃない理由があるんだよと、入れ歯削ったりしちゃダメだよっていうの、あの痛い時は歯先だめだよ、あと、本当ヒアルロン酸は入れないともう治らない状態かもしれない。結構歯ぐきがボロボロだろうしですね、お二人ともね。いや、私はいらない。まあでも人も気をつけとかないとね。だってまあね、これ今狩り場やってるから、一気にさ抜けているわけだし、こっちの言えばあと3ヶ月でもう毎回なんかバカみたいなもんばっか食べてるじゃん。お菓子とか菓子パンとか。だから歯茎作る栄養がないんですよ。そういうわけじゃないですよ。いや、そういうわけですよ。60歳にしては歯ボロボロすぎるでしょ。だけど、全然違うのもやり方がね。バカみたいな食べ物ばっか食べてて、歯医者にも行きたくないって言ってて、歯ボロボロになって、この歯医者はダメだとか、誰が言ってんだよって話でしょ。でもなんで、お前だろ、悪いのお前だろ。
全然違う。悪いのはお前だぞ。うるさい。悪いのはお前だ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 。セドーン。なんで潜る服だ。あれ、ちょっとダメです、ダメです。やってんじゃないよ。ただ、もうヒアルロン酸のとこ戻しましょう。もうお店。はい。ヒアルロン酸がいい。うん。で、なんで値段が違うんじゃ。だから。クリニックは8000円。なんで、今いつなの？フロロン酸入りだから。ヒアルロン酸がその値段なの。あ、でもそれはなんか歯医者によって確かにそれが違ったりします、ね、うん、そう、それを私もしかしたら1回入れるかもしれない。菊さんもだから歯茎があんま良くないから、そういうわけじゃなくて、上の歯が抜けないんだけど虫歯になってっから、それをやってそこにやるかもしれない。それは1回注射打つかもしれない。それ保険適用外のやつは値段は確かに違ったりします。歯医者に限らずね、うん、お薬の値段とかは、それは8000円だけど同じ同じ薬でも何違ったらするんですよ、うん、商売や、うん、でもなんかその度に変えてたら結局治療が進まないよってなるね。あっちった、うん、こっちった、うんうん、だから私はそれマッチョって言って、で私すぐ一緒に行くから一緒に、で私マッチョがついてくればいいんだ。そう、俺もそうですね。まあまあ、じゃあ、じゃあそれで、はい、もうじゃあ会社を分けるところ、分けるっていう、はい、そして一緒に行けばいい、一緒に行って、また僕が帰ってきて、また僕がもうまた大変、めんどくさ、めんどくさいと。じゃあもう僕が大変ですけど、午前中に行くよ、せいは。そうですね、まあ、いや、取れるのはゴンからどこに。どこもって大体朝やってやいや、朝なんか行けない。お前は朝起きれないだけだろ。あ、そんなに取れないもんなんですか。そう、いや僕も歯医者あんま行かないですけど、うん、取れるけど、ほら、そう、午前中に行けないから、うん、いや、さ、午前中でそんなに取れないもんなんですか。取れますよ、取れます、取れます、取れます。だから午前中起きれないから、うん、だからみんな午後にやってるわけ。午後の方がいいのよ、ゆっくりしたら。ほら、ゆっくりできますから。だって午後ってね、動画配信とかあったりしてかぶりがちでしょ。週1回ぐらいは早起きしろよ。いや、それは無理です。じゃあ、お前もう歯の治療しなくていい。余剰もうそのままね、虫歯で、バーカ。言っちゃったもん、はい。まあまあ、そういうちょっとね、うん、まあ、本当にそういう医療の、うん、詳しい方からのアドバイスというか。はい。あった。すいません、ありがとうございます。でもね、はい、受け止めて、はい、うん、もう歯直していきましょう。受け止めて、うん。だけどもう、そこ行ったらもう、あ、もう絶対買えません、僕は。うん、でも、もう揉めたりしないで、ね。あ、もういい、いいことないですから。はい、ちょっともう、書いときましょうか。うん、歯茎痛いときは入れば入れないと。そうですね、はい。忘れちゃうでしょ、あなた。そうですね、忘れちゃいます。はい、忘れちゃうんです。あら、そんなんじゃ、ハイジさん出ましたよ。こういう患者さん来るんですか。お父さん、なんで言えやん。歯茎悪くなってるじゃない、これ。外さなかったでしょ、忘れちゃうんですよ。言われるんですよ。歯医者さんだったらめちゃくちゃ腹立ってる。真剣に治療しようってしてるの。だから、そういうことだったの。あれ、お父さん、歯、どうしましたって言ったのね。前の歯。あ、俺は、ごめんね、ぶん投げちゃったった。え、ダメですよ、今年は。歯をぶん投げちゃったらごめんね。それからもう、コロッと文字ごと書いちゃっても、それからもうバッタバタいじめるっていうか、そういう態度がよく悪くて。態度も書いちゃったんですよ。それは一生懸命ね、作った歯を捨てられたら。何よってなりました。ただ、あの先生は、ちょっと、きついんじゃなくて、なんていうの、うるさい。うん。って。みんなに評判ない。先生のが評判いいの。そう言わない、これだけは。うん。いやあなたの近所の評判めちゃくちゃ悪いです。知りません、そんなの。知りませんじゃなくて。評判悪いのはあなたです。いや、先生のじゃそんなの。あなたが外出て怒られるのは当たり前だと思ってください。全然足怒られてないもん。怒られてないもんって、それはもう、関わりたくないから怒ってないだけです。そんなことないですよ。誰もあなたみたいな人と関わりたくないんですよ。こんな時違いとは。
うるさい。どうって。何じゃないな。今なんか YouTube やっていいからなんとなく人気者っぽい感じになってますけど、あなたはただの近所の厄介者ですか。うるさい。なんかたまに YouTube やめたいとか言ってますけど、本当にやめますか。あとただの厄介者ですよ。みんな嫌いですよ。なんてこと。はいはい、やめたいならやめていいですけど、どうします。うるさいな、つまり。はいはい、今お菓子投げましたね。また視聴者来りますよ。ただいただき物のお菓子、こういうお菓子も来なくなっちゃいますよ。YouTube やめたら、 YouTube やめたらこういうのも来なくなるし、みんなから嫌われて。はい、これだ。はい、はい、何ですか。あ、そんなに許しません。逃がしませんよ。やんなよって言ったよ。はい。やんなよって言ったんですか。知らない。だから、うん、どうするんですか。もう。何を。YouTube やめますか。それとも朝歯医者行きますか。朝は行けない。なんでその二択しかないの。あれ、そう言われてた先生に。あ、逃げられてた。いやでもね、はい、まあ、態度が悪くて、まあ、イラッとするみたいな気持ちも分かるではないんですけど、うん、逆にあのこっちが塩らく優しくしてればおいしそうも人間だから、あ、この患者さん後藤さんいい人だから、うん、ちょっとや丁寧にしようとか、うん、あ、患者と俺言い方はきつかったから優しく言おうって思ってくれるんじゃないですか、うん、こっちがそのこっちもそれで、そうですね、うん、なんだその態度みたいな感じで来ると、なんだこんな野郎ってやっぱなっちゃう、うん、ちょっと言葉変えろみたいな。僕もね、そんな買い物とかしとってたまにイラってくることはありますけど、ずっとこらえてますよ。うん、全然そうしますよ、はい。僕らはね、バイトとかで店員側もよくやってましたけど、はい、あのやっぱり嫌な態度のお客さんにいい接客したくなくなりますもん、うん。いい態度で来られるとやっぱいい接客したくなります、うん、ますます。そうですね。例えばね、この近くのサミットで嫌な店員さんがいたとして。はい、喧嘩なったら、はい、もう次からサミット行くとき、その店員さんのレジ並ぶの嫌になるでしょ。なりますね。そっちの方が損でしょ。なんならサミット行けなくなっちゃうかもしれない。うん、遠くのね、スーパー、あそこ気まずいから遠くのスーパー行くかみたいになっても嫌じゃないですか。うん、今、歯医者そうなりかけてるじゃないですか。うん、そうですよね。だから、うん。まあ、とにかく、はい。その店員さん態度悪いとかも僕たち無意識で怒らすことあるんで、うん、はい、僕たちが悪いと思いましょう。そうですね、はい、じゃあ、うん、じゃあなんかちょっと虫のいいところ悪いんだなと思って、こっちは丁寧に行きましょう、うん、はい、そうですね、うん、まああとはもう、あとはもう一つ、点があるんですよ、はい、もう一つのあれね、はい、別に、うん、女の子が、女の人がお父さんがもし嫌だったらいいよ、なくてもまた新たに違う人買いますと、うん、それはある。先生変えましょうか、変えましょうかって同じ病院の中で、それと僕は「えっ、あんなんいや」って言っちゃったから、うん、もしあったらまた電話かけてって、また、うん、息子さんまた治療してるから、まあじゃあ変えてもらって、でもその変えてもらうのも結局コロコロ変えたら、うん、多分治療ね進みづらいと思うから、うん、もうね、じゃあ次変えてもらったらもうその方で行った方がいいんじゃないですか。そうですね、まあ、よっぽど変な人じゃないけど、はい、うん、だから先生もいいんじゃないの、まずその歯医者の最初のアンケートどう書いたのかを、だからそれもわかんない、知りたいね。ちょっとリグオさんに一緒に行ってもらう。だから時間がやだよ、こんなやつと知り合いって思われるの。お前がそういうやつだもん。見てる、あのやるな、あんなの食べてる。やだよ、恥ずかしい。大丈夫大丈夫、仲間が来たら覚えてくれば。違和感ないって、張り詰めるだろ。歯医者の空気に、あれこの前なんかちょっと揉めたやつが若いバージョンの仲間来るから、ペアレントの子をついてきたんだ。まあ、というかもう外の人とは揉めないようにしましょう、ね、うん、顔見たくないんだよね。まあじゃあ そんなもんだったら、じゃあそこはやめますか、じゃあ、うんうん、顔見たくない、うん、で違うとこでもう変えずに、変えずに丁寧にやってみます。はい、他の高い客に行く、まあ高いっつっても
これもっと悪くなるとさ、高いじゃ済まないんですけど、そうですね、それで死んじゃったらね、はい、病気になるんですよ、うん、本当にそれとんでもないお金かかるんですよ、3000円、2000円とかの話じゃないですか、ね、はい、今いくら安いからって5分買えるのが一番、うん、午後からの方がいいでしょ。命の話してるのに、午前中行きたくないって話です。まあ、午後からなの。だいたいいっぱいになっちゃって。なんで午前に行くことできないの、うん、いや、午後からになっちゃってるの。ルワークで、うん。それは帰らない。ごめんなさい、うん。あ、絶対午前中取れないんですね。うん、そんな歯医者ねえよ。いや、そうです。はい。じゃあ調べるぞ。嘘だったら収益減らすぞ。どこが調べんだよ、そのこたま。その歯医者に聞くよ。午前やってないんですかって聞きます。午前はやってるよ。やってるけど、患者さんでいっぱいなんだよ。患者さんでいっぱいってなんでお前だけ入れねえ。予約したら入れるだろ。午後からね。だから予約できるんだろ、午前。午前はできない。お前が朝起きていいだけだろ。黙っちゃう、午後からでいいよ。お前何ができるんだよ。家事もやんねえし、自分で風呂入ることもできねえし、朝起きることもできねえのか。はい、これやろ。開けちゃねえぞ、これ。でっかい声出す。全然すみません。すみません。今回で言うまっちゃう。あ、なめ。ずっと待ってるぞね。1週間も3週間も1ヶ月もとか。どっちでいいよ。どういう店だ。で、私の場合は、十分気にな。一回もう、なんか、ヨガさん、スキトルとか簡単なやつで予約してみるか。ああ、やってみましょうか、本当に。コロッと取れましたし。だって、はい。じゃあ、はい、もう、喧嘩しちゃダメ、あと、はい、あ、はい、歯医者変えちゃダメ。うん、あと、痛い時入れ歯つけちゃダメです。こ、うん、れだけね、はい。せめてやれば。はい。はい、しないと思いますか、はい、ありました、うん、頑張っていきましょう、はい、お願いします、わかりました、はい、じゃあ私はカリバだから大丈夫。私は大丈夫と、はい、そこ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 面白い、いや、とても面白い、そこそこそこチャンネル、終わりです。ありがとうございます。